来たか。はい、お待ちくださいね。いらっしゃい、京子ちゃん。そちらがお婿さん？八坂九郎と申します。市倉通り様でよろしかったでしょうか。うん、そうだ。ありがとう、四季の婿殿。あ、え、今、あら、通り様、出迎えなんてお体に触ります。あ、いいのよ、京子ちゃん。私も何度も言ったんだけど、コート決めたら譲らないんだから。四季の婿殿、様付けはいらんよ。君が四季家の後継ぎになるのだから、立場は対等だ。まだ正式に決まったわけではありませんので。律儀な子だな。私がいいと言っているのだから崩したまえよ、九郎君。承知いたしました、市倉殿。様、早く横になられないとお体が。ほら、言わんことじゃない。ごめんなさいね、九郎さん。その人のことお願いできます？は、すまんな、面倒をかける。こちらへ。九郎君、大変だな。は、お心遣いいただきありがとうございます。良い婿殿を捕まえたな、京子ちゃん。通り様もそう思われますか？うん。しかし、のろけ話は窓かとしてくれ。女の話はキリがなくて疲れてしまう。押し付けるなんてひどいこと。お前に譲ってやるんだ。ありがたく受け取っておけ。はいはい、ありがとうございます。気をつけろよ、九郎君。はあ。会って早々にこんなことを言うのもなんだが、君はいささか強すぎる。当然です。九郎さんは伊予殿が太鼓判を押した最高傑作ですから。
やさかなのだから腕が立つのは当然だ。そうではなく、相手に与えるところが強すぎる。なるほど。京子ちゃんは分かっているが、持ち上げてばかりではな。それは。あなた。京子ちゃんとお婿さんが来てくれたからってはしゃぎすぎです、うん、えい。九郎君、妻のまどかだ。先ほど紹介し忘れたので拗ねてしまった。あなたが粗骨者なだけでしょ。うん、そうだな。そうですよ、九郎さん。こんな風になっちゃいけませんよ。ああ、私がさせませんから、ご心配なく。だそうです。そうね。市倉家当主、市倉通りだ。病床の身上、どうかこのまま話すことをお許し願いたい。構いません。私の方こそ若輩者ゆえの不作法、お許し願います。そうです、九郎さんはそんなことを気にするほど小さな人ではありません。確かにこの人よりは器が大きそうね。お前くらいは入れてやっているだろう。そうですか。すでに気づいているだろうが、市倉家には私と妻しかいない。一日のほとんどこうして過ごすようになってから、使用人にも暇を出した。後継ぎもいない。市倉家は私の代で終わりだ。後腐れなく終わりたいですから、まあ私とこの人で十分でしょう。余計な口を挟むな。はい。市倉家は七名家の取りまとめを担ってきた。しかしどうにも血が細く、代々跡継ぎには難儀していた。私も三男だが、他は皆亡くなっている。幾人か産んでも体が弱かったり、病や事故に見舞われたり、まあそういう家系だ。取りまとめを必要としたのは、まだ力を合わせなければ七原村が立ち行かなかったからだ。おのおのの家が力をつけるにつれて、市倉家は必要とされなくなっていった。これも時代の流れと思えば諦めもつく。とはいえ、市倉家が名家であり、通り様が一角の人物であることには違いありません。ああ、それはわかるよ。さすが九郎さんです。通り様は特に人物評に優れ、
まともな頭をしている七名家の者は人を雇う際に面通しをお願いするのです。まともならか。それを抜きにしても私は通り様に小さい頃からお世話になりました。まどかさんも同様です。第二の父母と言っても過言ではなく、だからこそ真っ先に九郎さんを紹介したのです。京子ちゃん、さて一倉家の紹介も済みましたし、通り様、先ほど語りかけた九郎さんへの票をどうぞ。これは責任重大ですね。二人していじめるな。とにかく九郎君から受ける印象が強すぎる。良ければいいのだが、世の中そう受け止めるものばかりとは限らないだろう。悪い方向に捉えられたら恐ろしくしつこいことになるぞ。私のことを気に入らない方はその度合いが激しいということですね。君を相手に中庸を保つのは骨が折れるだろうな。失礼な輩もいるものです。心がよほどねじ曲がっていなければ九郎さんを嫌ったりはしないでしょう。あのね、京子ちゃん、性根が曲がっていない人なんていないわよ。九郎さんはまっすぐですよ。あら、一本取られちゃった。恐縮です。最初に千倉家に行って正解でした。通り様も随分調子が良さそうで、きっと安心したのでしょうね。そうかな。そうです。だってこんなに素晴らしい人を旦那様ですって紹介したんですから、本当に祝っていただけてよかったです。俺が一倉殿のお眼鏡にかなわなかったらどうするつもりだったんだ。その時は懇切丁寧に分かっていただけるまでご説明差し上げました。何でしたら見せつけてしまってもよかったですし。病人相手だぞ。はい。京子、一倉殿は本当に家を潰すのか。だいぶ前からそう伺っています。養子を取る予定もなく、一倉家の血が細いのも確かです。そうか。
何か気になりましたか？いや。では帰りましょう。今日の晩ご飯もたっぷり美味しく作りますね。京子ちゃんには幸せになってもらいたいな。ええ、本当に。あなた、すまんすまん。九郎くん、何か気がかりでもあるのかな？そうですね。一倉通り様に与える印象が強すぎると言われました。それを京子が分かっていないはずがありません。最初に案内された一倉家、あそこは俺に悪印象は抱かない、そう彼女は踏んでいたのではないでしょうか。
だろうな。悪くない選択だ。明日以降訪問する家々には悪く受け取られるとも取れます。四季家と仲が悪いのか、八坂が嫌いなのか、あるいはその両方かもしれません。今朝方道元様にも言われましたが、市倉家を訪問して通り様にお会いしたことで、各家の抱くそれらは根深いのではと思ったのです。無論殺しはしません。俺に悪意を向けられるのも構いません。ただそれによって京子と他の家に圧力が生じるなら、あるいは俺のせいで彼女に危害が及ぶなら、もしくは我慢の範疇を超えるほど蔑まれる、四季家を侮辱された場合、俺はどこまでやっていいのでしょうか。何も言われないのなら死なないまでやってしまいますが。申し訳ありません。ただその場で言い返しもせず引き下がり、後日道元様に取りなしていただくのでは。父上に頼らなければ何もできない、そう思われるのも困るか。どうでしょうね父上、九郎君は我が家が舐められるのが気に入らないようです。そうかしこまるな婿殿、むしろ良い傾向だ。気を回していただけるのはこちらとしてもありがたい。はっ。一倉家だけで捜査したのはさすがだな。気づいたのなら教えておくが、京子と九郎殿が舐められるのもそれはそれで構わないのだ。承知の上でやらせていると。踏み絵だ婿殿。四季家はいささか大きくなりすぎており、それがよそから見ると不快にも映る。しかしそれを表沙汰にする家は少ない。猫をかぶっていたり日和見であったりと様々だが、それを延々続けられていても困る。俺たちへの対応でそれを浮き彫りにさせるのですね。その通りよ。まあこちらの意図が伝わっておらぬグズならば、立ちは悪いがバカであろう。そんなもの集まったところで物の数ではない。それに婿殿、